ちょ、タイガー。え、今行ける？うん、どうしたの？ちょっと来てくれ。これ、もう今回もう決めてもうてさ、決めてもうた、決めてもうた、もう決めてもうた。どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？いや、なんとなく分かるやろ。あー、あの、チェスの大会出たの。え、チェスの大会出たの。ちょっと、これ言ったらあかんって。あ、ごめんごめん。違う、それじゃなくて、チェスは出るけど、うん、ちゃうちゃう、そうじゃなくて、オセロ。俺オセロ、オセロはやらない。あー、オセロやっちゃう、もういい。そうだ、まあ、チェスは、うん、まだ出るけど、うん、ちゃう。この間の動画見た。え、何の動画？え、動画の、もう分かってや、あの動画やって、あの動画やって。チェス、俺がさ、タイガーを読んでまで話すって言ったら、うん、あの、あれやろ、チェスの全国大会しか思い浮かばない。いやだ、それじゃないって、それじゃない。何、チェスが好きやけど、うん、ナイトの動きとかめちゃめちゃ好きやけど、うん、ちゃうやん、あのあれやん、ヒカルとあのレベゼン地球のやつやん。あー、そっちか、うん、そっちや。なんでそっち行かんかった。そっちか。見た見た見た、うん、あれ見てさ、俺もう決めてん、うん、決めてくれ、もうあれにするわ。でな、うん、この前あの俺店長にドコンドの靴プレゼントしてもらったんか。ああ、もらってたな。で、あの後の、うん、そのヒカルの動画で、まあ、パーって移動して、うん、えって思って、今回その DJ 社長レプゼン地球が、まあ、ちょっといろいろあったから、うんうん、まああのライブ中止とかな。そう、あれちょ、俺ほんまめっちゃ楽しみにしてんか。あ、そうやな、ほんでマジやったな。うん、ほんでなんか中止になって今なんか大変なことになってるやんか。まあそうやな。ほんで今回そのヒカルとコラボで、まああいう動画上がってて、で、靴とか出すって言ってたやんか。あ、出す言うてたな。でも結構な色あるよね。そうそうそう、メンバーのカラー分プラス光るカラーは2色出てるのかな。2色やな。7色ほんで、俺思いついてん、うん、俺さ、あの仕事し始めてからな、うん、500円玉貯金してる、知ってる？あ、なんか言うとったな。あの趣味は500円玉貯金ですって言うねんって言えるぐらいブーってやっとったわけよ。うん、もう二十歳からやったらもう3年か。それぐらいやな。うん、ほんで、なんぼたまたか知らんで、知らんけど、うん、まあ、ある程度、貯金箱も結構でかいね、うん、ほんで重いね、うん、まあ、俺は推定100万近くは入ってるかなと思ってるんだけど。それいくら入る貯金箱なの？多分20万ぐらい。それ絶対無理やろ。いや、まあ、貯金してるやんか、うん、まあ、貯金するのは人の自由やん、あの何のためにするか、うん、まあ、俺もちょっと何のために貯金してるかも分からんけど、とりあえず500円玉、500円玉できたら、支払いとかで500円玉できたら入れるわけ、うん、もうそれが楽しくて、うん、でもこれ500円玉貯金して俺どこで使うんやろなと思ってて、あ、賞味使いどころなんかほんま分からんから、で、で、昨日の動画見てパッと思ってて、ここしかないと思って、もう俺の500円玉貯金、うん、ここしかないと思って、うん、え、ってことは使うんや。店長からもらったやつプラスまた買うってこと。そう。え、何色買うの？え、全色。え、全色。ちょ、え、なんて。だから全色。え、全色買うの？あ、全色買う。7種類あるやつやんな。そう。マジで？赤ん？いや、なんか赤んこって言うけど、人の趣味やからさ。え、俺なレペゼン好きやから、うん、こんな機会がないでコラボして。そうやな、俺のためにコラボしてくれたって言っても、まあ、過言ではない、うん、過言やけど、うん、でもこれは嬉しいで、しかもあのカラーのラインナップとか見てもめっちゃいいやん。確かに色はおしゃれな色してたな。で、リザードやろ。リザードと今回そのラグラグと、ロコンドが3つ今回コラボして、リザードっていう名前やけど、そのソウルじゃないわ、クルーシュじゃなくてアキレス腱のところが、メンバーのカラーなってるな。なってる。へぇ、でな、その500円玉貯金俺今日持ってきてんけどさ、うん、もう重量やろ。え、でも持ってみて。あ、でもめっちゃ重い。めっちゃ重いやろ、うん、これえ、これ石とか入れてるんちゃうから全部500円やから。結構重いな。やばいやろ、俺の二十歳からの重みが全部入ってるってわけやろ。ほんでこれを今回ドドンとここの企画で使わせてもらおうと持ってきたわけよ。買う気満々やそれ。もう全部買うから、うん、俺も全色買うから。でもこれいくら入ってんの気になるな。気になるな、うん、これどうやって開けんやろな。ミッパーとか言ったら開くんちゃうかな。俺の歯で開けれるよこれ。結構でもまあマスと出会いはあんもんな。こっちのパワーだけなんか、うん、やたらととんがってるから。ちょっと待って、なんかかけたら怖いな。あー、でもここで開けるんか。まあでも二十歳からやるときやんな。結構重いよこれほんまに。重かった重かったほんまに。いけ、うん、いくで、いけんの。普通あれなんかな、あの缶切りとかでこうやって開けていくんかな。あ、多分まあそうなんちゃうかな。
うわ、これあれやな、結構あれやな、大変やな。原始時代にアウストラルフィテクスが何か渡されてどうやって開けるのか試行錯誤してる時やん。今ほいっと、なんでどうやって開けるのかって、鮮度バカにしすぎる。こういうの手先器用な大変やったもん。お任せください、丁寧に扱ってや。さあ、果たして何本入ってるんでしょうか。いくらでしょうか。お結構入ってんな。入ってんな。手気をつけてよ。おお。え、これ出し？ちょっと運の引こうか。はい。はい。もう。おお。まだ出る、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 まだ出る。あ、おい。え、でも結構あるんじゃなくない？なんかすげえな。500円玉ってなんか重みあるな。でもなんかめっちゃ1枚1枚綺麗じゃない？え、なんで？降りれる前にちゃんと一枚一枚きれいに切ってから入れてんだ。入ってから入れてんねや。お金は大事しなあかんぞって言っとってん、ちっちゃいから。めっちゃきれいな500円玉やな。きれいやな。何もあるやろこれ。食べてみよう。俺こっちが並べて。うわ、結構あるな。結構あるな。これで何本？0.11% ぐらい俺が引いてる。いや、引いてるやろこれ。あ、そう。あ、13万7千か、うん。え、ちなみにさ、7足全部買ったら多分10万円ぐらいだから多分足りるな、うん、これ全部いけんな。いけんな。めっちゃいけんぞこれ。いや、俺多分これで足らんても全然追い気にすんぞ。じゃあもう買ってもっていい？うん、買おう。靴7足ってもう7年分の靴買ってんだ俺。お前やな。ほんで前の分もあるから8年分あるってことやな。8年分、靴の8年分買って持ってるわ。当分いらんな。当分いらんな。ちょうど7色あるからさ、1週間毎日違うもん買ってるやん。ほんまや。月曜日は赤色で火曜日は水色。なんで月曜日は赤なの？え、情熱の月曜日。おお、週の始まりが。週の始まりやっぱあるやん、うん、あー仕事かーってあるやん。そこで情熱入れていかなあかんで。情熱のレッドや。おっしゃ、ほな買っていこう。